ゴールデンジャケットはでっかい宝島。そうさ今こそアドベンチャーというわけでやってまいりました。この世はでっかい宝島。いやもう今我々どこにいますか。宝島です。あー素晴らしい。ここそうだよ、はい、忘れてるみんな、はい、パチ屋はでっかい宝島だ、はい、そうですよお前。パチ屋はでっかい宝島。そうさ今こそアドベンチャーねえ。じゃあこれね、いつも思うんですけど、誰が責任取ったらいいんですかね。こういう感じになった時に俺も思いつきで言ってるからな。でしょ、うん、いやね、その野郎さんはまあいつもこういう感じじゃないですか、うんね、どの番組でも。え、なんでメガネ直したんですか急にずれましたか。で、牛尾さんむちゃくちゃ乗っかるじゃないですか、はい、でもほったらかしじゃないですかね。えお前よってこと。違う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 。だからこの人がね、うん、まあ言うたら、まあ、最後、まあ、お父さんとあかんわけじゃないですかもうほんまに、うん、ほんまに投げっぱなしジャーマンもええところでしょ、うん、ジャーマンポテト。ほらこういうこと。もういい、うん、お手上げ。もうそんなんいいですよ。今回で半年の区切りっていうことなんで。そうですよ、はい、ということなんでね、なんでそんなさっきまで車とかでもお二人饒舌に喋ってたのに歯切れめっちゃ悪なってるんですか。緊張するな。ビビるぐらい。じゃあね、緊張とかもうないでしょ。カメラ3台もある、ね、じゃあ何年やってきてはるんですか。恥ずかしいとか足の形状が怖い、うん、怖い、うん、どうなんですか、カメラ恐怖症みたいになってるんですか今。なんかちょっとお二方ええじゃないねほんまに。いてまうどほんまに。ええかねせんとなあ。必死やこっちも。いややりづらいなと思って。ほんまやりづらいってこっちがやなあ。もうほんまにで何や言うたらね、もうほんまにこれここまでで何勝してるんでしたっけ。5戦4勝です。このクールですね。このクール、ほぼ勝ちだよ。いやすごいですよ。5戦4勝だいぶやばい。それは本当に大したもんです、うん、いやそうですよ。一番勝ってる番組までありますよね、うん、いやそうです。多分プロバラより勝率だってとある番組でジロー1年負けてるっすだからな。あなんか言うてましたね、うん、そうジローさんだいぶあれらしい。おっさんおっさん。あおっさんですろ。おっさんはなんか10ヶ月連続敗退かなんか、うん、敗退ってまあ別にトーナメントしてはるわけはないんですけどね、じゃあちょっとそろそろゴールデンジャケットのルール説明をお願いします、はい、説明させていただきますお前下手くそかお前もうゴールデンジャケットとはこういった、いや僕気づいたんですよけど、うん、今回初めて見る人がいるかもしれないと。あなるほど、はい、そうです。確かにその可能性は否めませんよ。ちょっと慣れすぎてきたかなと。そう我々やっぱこうなってたんですよ、うんね、そう知らない。確かに確かに出所ですよ。出所ですよ、うん、そんなの、うん、やっぱその間口を狭めてるわけですから。確かにそうすることによって、うん、よくないんでちゃんと説明させていただきます、はいはい、ゴールデンジャケット何かと問題ある3人が疑似社会を体験するぞ。社長部長キラ社員に疑似社会コロコロコミックみたいな語り口調になってる、うん、いやいいよ、ほら、うん、キッズを、うん、キッズを、ちょっとコロコロコミック感やばすぎ、お返ししますんで、いいですか、はい、いいですか、はいはい、です続き、はい、続き、はい、疑似社会というか会社なんだぞい、うん、会社で役職3つに分かれて社長になったらやべえぞいちょっと待ってください。オープニング始まった時のあのドラゴンボールに引っ張られてちょっと亀仙人感がちょっと強いなと思うんですけども、あとそもそもそんな感じじゃない、うんクソソソみたいですか。か頭がクソソソ、うん、頭がクソソソみたいになってますし、うん、じゃあいきます、はいはい、クリリンが笑った時のモノマネ。いやなんでですか、はい、急に今一回ちょっとルール説明はちょっと一回だけクリリンが笑った時のモノマネ、はい、いえいや俺そんなとこありましたっけ、はいはい、クリリンの笑い方はこれですで受け止め方は人それぞれだっていうこと。確かにね十二十色ですからね。はい、あとだからこの際だけど僕らを初めて見る人たちもいると思うので、そうです。ただ一つだけ僕言いたいことあるんですよ、はいはいはい、若い順にハゲてますじゃあねそれはねよくないよ。違うやろさん、よくない今のは。よくないうっしー調子乗ってる。いやもう違うのこれ、違うのこれ、実は今アップされてる動画のコメントでありました。ありましたよ。あれ見てる。よくないよ、うん、本当に。一番年いってる牛尾さんが一番髪の毛髪型若いってどういうことやって。いや髪型若いって何って話。うん、俺はええよ。俺はもうええよ。いやだから俺ちょっとムカついたんすよ。うん、その件だもん。梅木さんの件だもん。
なんか、うん、うわこいつ分け目ハゲ散らかしてるから前髪下ろしてきよったわみたいなコメントもあった。ああ、なるほどなるほど。あ、じゃあ、それはもう間違いないんで。すみません。実際そうなんで。実際そうなんで。そこはすみません。なんかかばってくれたみたいですけど、すみません。それ真実なんで。若い順にあげてんだよ。シンプルによ。やめろ。寄るな、寄るな。寄るな。偽物じゃねえんだぞ。いや、そうやぞ、ほんまに。どいつも全員ハゲんねん、最終的には。そうだよ。誰がリアルクリリンや。はい、社長行くか、行きますか、社長行きましょうか。僕でした、前回だよね、前回社長から行くか。そうですね、うん、いいですか、はい、それがいいや、うん、いや僕今日もお金ないですからね、ちゃんとちゃんとないちゃんとちゃんと、いや違うんですよ、ちゃんとあるんじゃなくてちゃんとないですからね、あのいいですか、今日18日、はい、あ、給料前か、あの、まあね、20日なんですよね、ギャラのね、なるほど、バカ野郎が、まあ、ちょっとね、まあまあまあ会社に対して苦言を呈したんやったらですけど、こんな過酷なことやらせたらちょっと、まあ20ゴールデンジャケットの収録は21日、そう、21日、確かに一番黄色い場合に向けない、20日以降にしていただきたいんですよね、よくない、うん、よくない、よくないですね、これはね、ダメですよ、だから最悪またもう前回と同じようにもし僕が引いてしまって大敗を期することがあった暁には、はい、ギャラの支払いは次回でも、ね、借金ってことなるほど、借金、いや、それはもう全然すみませんけど、はいはい、じゃあもう引かないときますから今日、うん、もう俺大体もう分かってきたんですよね、ほう、なるほど、どれがどれか、なるほど、形状でな、形状と、うん、あの手垢と、うん、モーパイ的な感じでいけますからね、はい、うん、ちょっと裏返してもらっていいかいやこれはね、いやこれはだけどね、本当にね気持ち非常に分からず、僕もどうしてもなりたくない、あ、これ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 、うっしゃい、いや一番いいポジション、一番いいポジション、一番いいポジションや、いやじゃあいいよ引いて、さっき僕でいいんですか、うん、いやこれもう、こう先行かれたらもう二分一ですもんね、そうですよ、左ですね、左ですか、左、はい、ほんまに左がどっちとは言ってないですか、ね、まあ昔なのかね左がどっちとは言ってない、いやそれはそうだけど、もう触っちゃったから、触ってもうだ、これそんなルールあったんですかうわもうマジか、まだでもいいじゃないか、別に5回やって、いやそうっすよ、5回やって4回めちゃめちゃ勝ってますから、まあ、確かにね、あれ俺とお前まあまあ勝ってんじゃなかった、そうですそうです、うん、そうそう、もう2万とか3万じゃないんだよ、うん、万枚ぐらいずつ確か浮いてんのよ、まあまあ、いやそんな浮いてない、5000枚ぐらいか、なんでなんだろうな、いやもうね、どうしてもやっぱそうなっちゃうんだよな、ちょっと俺気づいたんですよね、うん、俺は金に愛されないんですよ、あのそろそろお金に愛されない、整列が近いんですよ、もういい整列は、ね、整列はよくないわ、やるくない、よくない、俺が社長になったら途端雑にすんなよ、もうちょっと、ああほんまに、別にもう今日はもうね金減らないから、じゃあお前、じゃあ聞いてもらっていいですか、突き落とすぞほんまにオープニングから、ああ落ちた一発で死ぬから、オープニングから屋上から、ああああお前殺人よ、ね、ああ殺人ジャケット始まります、お今日は何キルできるかな。ありがとうございます。好きなの座っていいんですかって言ったら待っといてくださいって言われる。せっかく21番引いたのに。ちょっとネクタイを忘れてヤルオ君に借りてしまいました。ね、共にあらんことをつんでね。待ってはるかな。うっとるなんてことないよな。まあね、ただね、もうクソ勝ち。クソ勝ち目指すならガンツなんですよ今。そうなの、ガンツもう2万発3万発あパチンコ、おーいいね。ただ319引いてへその突入が 45% かなんですよね、突入のこの当たり出しの振り上げが、はい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 、ちょっと厳しい、そこまでが見せるなおい、
けど2万発吸い込んで3万発出るみたいな利益もある。いいじゃない、ごっつこの店、ごっつごっつい店、びっくりした、はあ、どうすんだよ。どんな流れが、どういう流れでした、常連さん、常連さんどういう流れでした。見てる、やるおくうんこいっちゃったから見てないようんこいってたんすか。いや、おしっこですじゃあそういうのチェックしときたまえよ。バイオハザードありやな、バイオハザード、バイオハザードおもろいっていうね、バイオハザード、うん、よしじゃあ交渉、ここで久しぶりに並ぼうね、ヤロウ君バイオハザード話す、俺バイオハザード、ウショウ君肛門茶碗でも売っとけ、ウショウ君は肛門茶碗でも売っとけ、俺肛門茶碗しかも 5.9 号機のやつ、肛門茶碗でも売っときたまえ。はい、じゃあねゴールデンジャケット半年の締めくくり会ね、頑張っていきましょうね。俺もバイオハザードが良かったな、覇気がない2人とも。あ、ちょっと待ってください。はい、じゃあ、カツを入れるために飲み物買ってきたんで、うん、好きなの選んでください。助かります。じゃあレビューさせてください。はい、ブンブンハロージャンバリーブン、まずはレッドブルー、レッドブルちゃうからな。あ、モンスター、うん、ファンタオレンジみたいな味、モンスター社に謝らんと、まずこちら、はいはいはい、そしてこちら三ツ矢サイダーゼリー、なんか癖ある、癖が強いんだよな、炭酸なのに、炭酸なのに振る、どうなってしまうのか、メントスコーラ、癖強いな。そしてこちら最後は紅茶の家電無糖無糖刑事、癖強い、そこはそうだ、癖強いね、まあ、君はあれだね、ヤロー君、今日損害が出えへんって分かった途端金遣いが荒くなるね。昼飯もおごりますなんてや、なんてやろうや最強に嬉しい。いや、分かるよ、分かるよ、18日だしなじゃあほんまに最強じゃ あかん、そこは社長カブトのおすすめな、社長何今日勝とうぜ、勝とう、腹立つな、まあまあ、お前分かるか、何、まあ、ああいうテンションの時にやろうか、誰にお前って言うとるんや、君は、すいませんでした、平社員の分際で、ああいうテンションの時やろう部長多分やってくれますか。いや、気をつけてください危ない、無理だよじゃあしっかりして、じゃあ社長から僕じゃあ紅茶家電いただきます。何よその目、何、分かった、じゃあこれが良かった、あ、肛門茶は素晴らしい、俺これゼリーとか嫌やわ、ゼリーいかん、マイラーソスイーツ、じゃあ行こう、はい、行きますよ、ね、はい、バイオハザード実践、はい、ね、俺じゃあ肛門茶まだってるじゃあしかも 5.95 キロですはい、行きます。ここで、女性が出てきたらレイクで、ここでレイクを引くと何がいいかというと天国期待度が上がります。結構打ってるんですね、部長ね、まあ、部長はね、本当にねパチスロ大好きだから、部長からね、愛を感じる、うん、聞いてもらっていい、うん、最近気づいたんだよね、はい、休みの日にうちに行って、はい、今日みたいにゴールデンジャケットのギャラが振り込まれる前の収録苦しくなっちゃうから、はい、ゴスロでいいんじゃないかなって最近思ってるついについについに結果、ね、結果、まあでもそれは正しいかもしれないからね、もう、うん、で最近のお店さんは、はい、ちゃんとゴスロにも信頼が入るんで、なるほどね、そうね、うん、もうそれでいいんじゃないかな、うん、確かにね、間違いじゃない、負けるんだもん、え、じゃあゴスロでバイオ売ってきたんすか、いやいや、バイオは20 4倍のレートで4倍のうちはあの基本に基本5じゃないっすよ基本20っすからね20でやったったみたいな感じで、ね、ただね、牛尾くん、はい、よく言うじゃない、はい、こうのめり込み防止みたいなね、うん、でその使いすぎてませんかみたいな、はいはい、で大体それで言われてる範囲って、はい、収入の3割ぐらいみたいな、まあまあまあそうですね、言うじゃない、その趣味に使っていいというか、はいはいはい、遊べるお金みたいな、はいはい、じゃあ大体僕は平で言ったら大体月に20万ぐらい負けるわけで、はい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 、収入の3割が20万って、はい、じゃあなんぼ稼げばいいんだって話、あ、まあ確かに、まあね、でしょ、まあ、だったらゴスロよいや、そうね、あとじゃあ、あと部長、うん、
気づくの遅っ。かれこれ、それ8年ぐらい前に気づいておかないと。そう、かれこれね、ここに行き着くまでにね、15年かかりました。高い修行よ。気づけなかったから、やっぱり借金400万円だった。ただ朗報がございます。400万あった借金も、はい、なんと残り、はい、もう70万ぐらい。素晴らしい素晴らしい、もう言うても年内素晴らしい素晴らしい、すごいな。見えたゴールが見えた。でね、社長これね、ちなみにこのモールデッドアタック終わった後だけ、はい、このビックリマークがここのメニューの右に出ますんで、ここをタッチすると、うん、モードシサのセリフが発生いたします。なるほど、早く教えてほしかった。すげえ詳しいんだよな。ただ、うん、もうモードは関係ない。なるほどね、うん、だから教えなかった。ヤロコさっき言ってたもんね、あの当たる当たらんじゃないと。そうです、ラッシュに行くか否か、うん、こやつは早いところに当たるってね、うん、もう大体この突破型の6号機って、うん、浅いところで当たったら捨てていいのかななんて思う方おられますけど、うん、はいはいはい、違います。なるほどね、おやつは、うん、当たりは結構均一に、うん、なるほど、1でも3割ぐらいで天国行くみたいな、はい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 、そういうのもありますし、うんうん、そうじゃないです、そこを突破できるかどうかに設定差がございます。なるほど、うん、宇宙君勉強になるね。これ関係ねえから。宇宙君勉強になるよ本当に。俺肛門だし。よかったよ。ちなみにバイオハザード7こちらの機種、はい、もちろんそのベーカーズディナー略して PD っていうんですけど、こちらのステップアップの色今青ですけど、はいはいはい、何色までいったかでそのモードの下もしております。奥が深い台なんだねこれは。ね、ちなみにですね、はいはい、このベイカーズディナー、まあ、このバイオハザードという機種、まあ、突破するときもそうなんですけども、まあ、男の子が大好きな、やっぱこうボタンが効かないフリーズとブラックアウトで突破する台なんですけれども、ね、うん、この全長ステージのベイカーズディナー中でもそういう要素がありまして、矛盾というか違和感演出、うん、まあ、このろうそくに火がつく演出とかで、普段よりちょっと遅いとか、こういう会話の演出でそのキャラが出たのに喋らないとかいう時にプッシュチャンスボタンを押しますと、人形が出てくるんですね。はいはいはい、それが、3個以上かな、何個だったかな、何個以上出るともう本戦長とかいうのもございます。すごいね、ようスロ博士だよ、めっちゃ詳しい。ちなみにこれは僕があのあと30年ぐらい30年後ぐらいこんな屈強になってへんって。あれ、富吉の今ぐらいの感じでさ、やかんよ、そんなあげてるわな。なんで平社員が社長のことを呼び捨てにするんや。すいません、すいません。ただですね、私これ最初打った時にこの全長ステージこのこう臓物みたいなね、うん、のが食卓に並べられてるわけなんですけど、エロクロに厳しいわけじゃないですか、うんうん、これはいいんだっていう。確かに、ね、なるほどね、まあ、だったらパンツの方がよっぽど健康的だなっていう、ね、中身だったら OK みたいなね、はい、あ、それはありますね。まあね、あの僕の実家の食卓にそっくり、うん、実家こんなんでしたから、ほんまに実家の晩飯、うん、どこから臓物引っ張ってきたんやって、ほんまにね、今思うと恐ろしい家でしたよ、ね、暑いですよ。これセイントセイヤでも熱いやつやな。うん、これセイヤで。パチスロ全部通して、ね。うわ、ヤルを倒せや。ヤルを倒せ。ヤルを倒せ。これチャンスアップかね。でも今第一戦でビャビャビャンって来たから。チャンスアップ。これチャンスアップですね。はい、来てる。当たりそうっすね。ああ、ブルブルしてる。ブルブルしてる。バイブレーション。これは当たるわ。早い。さすがに当たるわ。当たり。気持ちいいね。いや、当たりましたね。139ゲーム。総投手は4本でございます。素晴らしい。早め。これでチャンスゾーンに行くわけ？チャンスゾーン。これで3戦突破ですよね。2戦です。で、ヤロー君曰く、要は A だよ、ポンポコ入ると。そうです。そういうことね。さあ、シューティングチャレンジ。じゃあ連打でいこう。いや、これは大したことないやろな。まあまあ、そうですね。
だ別にそんな気にせんでいいのかね。いやまあ気にした方がいいですよ。いいんかね。それ22分の1はまず引かないと。あそうか。いやだから僕はですよ。これ、うん、これ解析とかじゃなくて僕はここはまあ本当にこの通り、うん、アイテムの通り有利して、はいはいはい、その2発目の7ゲーム以内で仕留めるところに、うん、なんか設定差的なんだ。設定差、うんうん、やっぱ上の方が通りやすいあるんやなと。大体何ゲームで22分の1引けって言われてるの、15か。しんどいな。15か。しんどいな、おい。引いたら15ゲーム。22分の1やろ。ボタン消えちゃった。それみたいな断コンステップアップ。断コンじゃない。ギジレみたいな。そう。重コン。それ3までいったら熱いです。ああ残念。ぶっ最高やなこいつ。おいほんまに優子、優子ちゃうわ。違う、失礼な。べっぴーや優子は。ほんまに優子べっぴーや。これしんどいなおい。よっしゃいった。おおおおお、もう一回、はいはいはい、もう一回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 。ああ、でも赤です、赤です。これはいけんじゃないですか。そこで刺さないと。これは。固まれ、固まれ、固まって。じゃん。バカだな、お前本当に。だからそのバカだな。疑似連中もちゃんと叩かねえからだよ。バカだなってどういうことやん。お前赤外して、お前何でやってんのお前は。じゃあお前ええ加減にせえよ。ええ加減にせえ。やろくん、この画面に秘密はないのかね。なんかどっか押そうか。何だったかな。ただこの台面白いのが、デフォルトの画面、その主人公の背中みたいな、もう一番もうデフォルト、もうザ弱いみたいなやつが一番復活期待度が高いっていう。へえ。これけどなんか示唆ですよ。それ以外が気持ちたのはずなんで。じゃあ結構変わった性格の方が演出を決めはったんでしょうな。そうですね、うん、スロット好きなんやろね。そうですね、うん、社長。なんだい。朗報です。なんだい。今256ゲームなんですけどまだ3000しか使ってない。え、マジで。えげつない、えげつない回ってますわ。すげえな。すごいでしょ。俺当たったのにもう6000でしょ、でしょ。俺260でちょうど1万円。早く当てろよ。ええ牛尾くん、大がりですかこれ。だって俺まあまあいろんなもん引いてるんですけどね。ほら、ま、ほら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 、これは来たんじゃないですか。いいぞいいぞ。なんかなんかちょっとタイプライター的な。ほら、え部長、はい、でも今日、はい、実は社長でも手持ち10らしいですよ。10、これ足るかな今日。足らんすよ。なんか足らんくなりそうな、なんか雰囲気ありますよ。足らんっていうのですよ。いやまだ分からへんって。今だから変な話、頼りはヤルオ部長のコイン持ちですから。そう。頼みの綱は。いやこれ多分ね、俺結構負けますよこれ。ウショ君そんな嫌な予感するかね。いやいや、嫌な予感っていうんじゃなくて、これ多分現実に起こりますよ。だって 5.96 やからボーナスに設定差ないはずよ。いやあるでしょ。ねえ。いやありますよ。 5.9 でボーナス設定差確かなかったよね。あ、僕に聞いてるんですか。ボーナスって設定差じゃあディスクアップどうすんだよ。あ、そうか。ああバカじゃねえの。なんだね、バカってなんだね。あるに決まってんじゃねえかんだな。え、なんかに設定差つけられてなかったっけ。子役じゃなかったっけ。子役か。あ、部長ちゃんとベル揃えてますか。4000円で316万。素晴らしい。衰えることを知らない。素晴らしい。このコイン持ち、あれ一人だけゴスロになってるんじゃないかな。さっきあんな話してたから、ゴスロの神様が。4倍遊べる。20スローに行こうが、ゴスローと女の子が出てる。絶対負けないパスローだよそれ。スキルを身につけたんじゃないかね。やってしまいましたね。
ついにね。いやそれに引き換えですよ。これあの皆さんお気づきじゃないと思うんですが、俺今我ながら惚れ惚れするぐらいリア役しまくってるんですね。どうもならんのですよこれ。一向に。いや俺今なんて思ってると思います。いや分からん。いや人のお金でよかったって思ってないですよね。そんなこと言うたらあかん。いやいやいや、ただここでこれやれって言ったの社長ですからね。確かに確かに。ほら見て、強制利用法 50%。 強制利用法 50% ね。これまた強制利用なわけですよ。あ、即発展、即発展はいいじゃないですか。そうですね、うん、即発展は発、うん、なんか熱そう。ジョー様できた、ジョー様。ほら星 3.5 だもん。 3.5 はさせるよ宇宙軍。 3.5 はやれる。はい。あ、ほら来た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 、チャンスアップ的な。あ、レインボーレインボーレインボー。あ、まくりまくりして、まくりまくりして。あ、オッケー、よかったよかった。ウェイ、ようやく13,000円。 A プラス AR ではボーナスがあるからね、強いからやっぱり、はい、まとまった出番があるから安心感ね。ここで得たボーナスの出玉でずっとつなげりゃいいんだよ。これはバーですね。お、レギュラーかよ宇宙軍。手痛いよ宇宙軍、それはちょっと手痛いよ。ただ今日自分もとことんまで行ってやると思ってますからね。いやちょっと待ちたまえ。よしよしよし、よくやった。810やってやれますよ。よくやった。よしよし、頼むよ頼むよ、ヤロー君ヤロー君頼む、我が社を救ってくれ。救ってくれ。何もならへんかった今。そっからそっから。いやー、赤赤頑張れ。